卵ふわふわ、エッグヤザーの無敵テレビ。メグインさん、この度はいろいろ大変だったと思います。お前知ってるか、メグインさんが何かあったと。はい、なんか離婚が、まあ、離婚って言うなよ、お前。まあ言わない言うにや、言わない風にやってるんだよ。そうなんですか。まあ、いろいろ大変だったんだな。はい、そうですね。で、達也もさ、はい、藤原達也は結婚してないの？してんの？いや、してないです。結婚ってやっぱ大変らしいよ。そうなんですね。めぐみんさん、頑張れ。ふわふわしすぎじゃない？浅間山荘の鉄球もさ、喋らないじゃないですか。浅間山荘の鉄球もさ、ただの事件なんだから。なんだこの音。え、変な音するぞ。崩れるんじゃないですか。そうそうそう、なんか怖いのこの音。なんだこれ。まあいいや、いいや。ということでね、めぐみんさんいろいろ大変だったと思うんですけども、そんなめぐみんさんを励ますために今日は、はい、オーケストラシンガーがね、はい、元気が出るクラシック音楽を、わー、これは嬉しいね。ヒレオンですね、はいはい、テレビとかでやってるもんね、いつもね。はい、いつもじゃねえだろ。じゃあ、はい、めぐみんさんに歌ってください。はい、ください。オーケストラシンガーのアレンジバージョン、ハープとバイオリンソナタによる、シュベルトの阿部マリア。もういいんじゃないか。はい、もういい、もういい、はい、終わってないですね。素晴らしい。めぐみんさん、これで少しでも元気を取り戻してもらえたらと思います。まあ、昨日めぐみんさんに会ったんだけど、はい、あ、まあ、別に普通に元気だった。結構送らなくても大丈夫だった。まあね、よかったです。いろいろ大変だったと思うけど、はい、めぐみんさんも今ね、まあ、いろいろ辛い思いをしてるかもしれないけど、はい、俺の前では元気に明るくやってくれてたんだね、うん、大丈夫だと思います。はい、ということでこれからもメグイン TV とエクヤザ軍団とアベマリア。何てれてんの。はい、アベマリアじゃないでしょ、こいつ。あ、自分のこと言ってくれてありがとうございますみたいな。あ、だから曲をよろしく、よろしく、バイバイ、よりまたな。めぐみさん、頑張ってください。やらなきゃ誰かの養分だからな。素敵な音楽で癒されてください。